いつも転換からやってるんですけどね、あのその時によって各自考えること違うから、ある時はここを気にしないとか、ある時は彼の中心から線を外そうとか、ある時は姿勢だとか、その時によって違うと思いますけど、各人それ考えてやってください。で、あのね、こういう感じで、それであと この手が主要なのは、掴みに来た手は掴むだけ、何も悪い影響ないの、あ、僕に対してね。で、こっちの手が嫌なの、この蹴りが嫌なの、だからこれを注視するってことね。だからここでやっちゃダメなのね、ここで、ここどうしようかじゃなくて、この手をどうするか、この足をどうするかだから。で、線を外して足を防ぐって、そういうね、こうへそが向こう行っちゃってるから、この手出てこないんだよね、出てこない、それで自分が安定してるって、そういう形で、ね、じゃあ少しやりましょう。担当前から言ってますけど、鳥の人がこれ持つのね、鳥の人ってのは、やっつける方ね、やっつける方、それで転換やんの、転換。そしてこの歯を使う、このまま行ったら使えないんだから、この歯を使うってことね、それを考えてほしいわけ。それでそのために探検持ってんだから、探検、この歯を使うのね、歯をどうやって使ったらいいの、力でこう、手、これがないと手でここやりがち、だからこういうのわざわざ持ってんので、持ってるとこれ使えるのね、これ切ってこの歯を使うこと考えて、この歯を使う、こうやるんだけど止められちゃったの、あ、刺していったら止められてた、そして切り替わって、でまっすぐで、こう歯をと、この手の力、手首の力っていうかな、この手首でやらなくなるからね、こうやって手首でやらなくなって、この歯を使うこと考えるの、そうするとポン、手で作るやんないで、この手首は持たしてる、で歯を有効に使う、有効に使うためにこういうふうに自分の姿勢で、そして勝手に彼が倒れた、そういうふうにやりたいわけ。で、で歯を使う練習、歯をね、そう、ここなるべく力抜いて、力抜いても死にたいだとやられちゃうの、やられ、ああ分かって、だから死にたいじゃなくて、こうね、こう、そしてこの歯を使う、この歯、そういう感じでね。で、あそこに富士山用意してくれてるから、ちょっとみんな鳥の人がこれ持って、だから力じゃできないの、これ力抜けてないとダメなの、抜けてるから自由に動くの、力カチンカチン入ってたらこの歯は使えないの、力が抜けてるからこうやって使えるんだよね。力抜けてんだけど死にたいじゃないの、生きてるんだけど力抜けてないとダメ、それ全体のこと考えてないと、この手とかこの足とか来ちゃうんだからね、こうやって力でやったらダメなんだよ、だからそこを学んでほしいわけで、刺しに行ったら止められちゃったの、だからどうしようもないからこうやって泡つってこういうふうに、でこのままこう峰の方でやったって切れないんだから、一生懸命力こうやってなんて、だから歯を使いたいの、こうやってこっち向けたいの、こっち向けるには力が入ってたら向かないの、こうやって向かないよね、ほらこうやって、で力抜けてんの、抜けてて自分の中に入ってきてるから、でいざとなって持たれちゃったらね、そこ、こっちの手使ってもいいわけ、全体使ってもいいの、どっち使ってもいいの、だから普通はなしでやってんの、でなしでやってると手首にどうしてもいっちゃうから、わざわざ藤井さんにこれ持ってきてもらって、こういう刃物の意識のね、方向、意識の使い方を学んでるわけ、こういうの使ってね、だからこうやって止められちゃったらこっちでもいいんだよね、足が使えるんだったら足でもいいの、足こうやって足使ってもいいの、何でも使えるの、あの合気道だから、武道だからね、そしてやられちゃやらのは
こういう、これもらっちゃったらしょうがないの。だから四角に入りましょうね。それから落としましょうね。で、力抜きましょうね。力ギュって、力入るんじゃなくて、生きてるんだけど抜けてるって、生きてるんだけど自由に使えるように意識を使って、意識の練習なの。だから意識の練習、うるせえな、意識の練習なんだよね。でかい声出さなきゃいけないんだけど、まあいいや、そういう話だから、もう少しねやってみましょう。これあんまりこういうの使ってやらないからね。普通合気道の場合はこうやって素手でやってるからね、こうやってパッて、それほら取りに来たの、取りに来てくれてんだよね。本当は嫌だよ。だからこう持ってきたら本当は嫌だから、この早いだからこうやってこうやってやっつけちゃうの。やっつけちゃうけど、合気道だからの稽古だから、稽古だからこうやって持ってたら、あーやばいなって、この線外してこうやって持つの、一生懸命で、受け身の人の立場だよ。でそれをこの鳥の人は力が抜けて、これ自由で手首に行かない、で歯を使ってなんかこうやってやるとか、こうやってそうするとやられちゃうんだよ。でそういう稽古をしたいのよね。だからそういうふうにやって、もう少しでこれ使って、有効に使って、で全体を見て、いろいろ使えるところある。この歯も使える、この手も使える、反対の手に持ち替えてもいい。自由なんだから、自由、不自由にしたらしょうがないの。持たれちゃって不自由になっちゃうの。不自由にしようと思ってんだ彼は。これ刺しに来たの不自由にしようと思ってんの、これ。で、いや俺は嫌だよ、自由なんだよって、そういうふうに、ほら自由なの、全部使えんの。そういうふうに稽古したいの。そのためにこれ使ってるってことね。そういうこと。じゃあもう少しやりましょう。でね、次考えるのは、まあ自由だとかいろいろ言ったんだけど、こういう持たれたところに神経が行ったらできないの。だから他のところ、こういう他の手とか、こういうところでこうやってやろうとしてもダメなの。だから持ち替えて、この手は捨ててこの手使うとか、この手捨てて足使うとかね、足で蹴るとか、そういうことをやりたいわけで、ここで競争したら競争なの。競争でどっちが強いか、彼の方が強いじゃんってんだから。でも刃物持ってっから、刃物持ち帰れば俺の方が強いよって。ほら全然この手気にしてないんだよね。でもこの刃物いっちゃってるの、ほら彼はこの刃物に注目してるってことは、ここは関係ないの。持ったんだけど、持ったね、こう止めようと思ったんだけど持ち帰られちゃったから、今度こっち、あ、そうすると両手取りの稽古ね。これだと両手取りで、両手取りどうしようかなって話なんだけど、まあ形としては次やってるのは四方投げの形があるわけ。四方投げだから、こうやって持たれちゃって、これでやらないってこと。この手首でやらない、持たれたとこでやらない。そしていいよ、こうやって外して切って、それから入ってきてボカって、全体見てるの。全体こう来たらそのままでもいいよ、そのままでも、こうやって来れば全然楽なんだから。全体を考えてるのね。だここ固めちゃったら自分が不自由になっちゃうの。だから自分が自由のためにいろんなところ行けますよ、で正面切れますよって、そういうふうにやりたいわけ。自由に足動きます、自由に足どこでも行けます。刃物があるからね、刃物がお有効に使いたいわけ。悪い人間って暴漢が来てさ、これ刺そうと思ったんだけど捕らえちゃったんだよね。でお尻の中から日本刀出してきて、こうやって切ろうと思ったんだけど捕らえちゃって、こう日本刀あるのにさ、やられちゃったんだよね。こうやってやられちゃった状態でも日本刀あるんだから、こうやって日本刀これ持ってんだよね。日本刀あるんだから、こうやって刺して、こうやってほら捕られたとこ関係ないと思ってりゃやっつけらんだよね。刃物あんだから、飛び道具ってピストルあったらピストルでもいいよ。でもこれあるんだよ、こうやって刺せるの。彼はここを止めてんの、でもやめて、ほらでこうやって刺して、でこうやって回ってきて、でこういうとこ自由、それでピュンって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 、だから全然こだわってない、こういうとこに行ってない。
その練習だから、ここをこだわらしたいの、彼はね、こだわらしたい、だから掴んできたの。でもそれ関係ねえんだよって、自分は全体見てんだよって、でそういうふうに自由に動くって、そういう練習だから。で塩投げっていう形があるから、塩投げこうやって塩投げ、足一、今度は足自由、こう切ってもいいよ、こうやって切っても切っても切ってもいいよ、こうやって切って、それからこうやって出してもいい、こうやって出してきてもいい、いずれにしても自由、これ自由、自由の追求だからね。じゃあ塩投げって形で入身投げっていうのやりましょうね。で、あの見てるとね、こうやって来てる、こうやって刺しに行ったのね、刺しに行ったので、これ切りたいの、切りたくて、さっきみたいにやりたいんだけど、これ切れないよね、これ切れないよね、押さえられちゃったんだよね。で、あの原理ってのあるの、原理ってのは、切るのがさ、相手とさよならするのが大事、相手とくっついてるとずっと追っかけられちゃうから、だからさよなら一旦はしなきゃいけないので、一旦さよならするのに、この手をね、さよならしたいからって離してきても取れないよ。でもくっついて相手の中に入っていっちゃうと切れちゃうの、自然と、ほら切れちゃった、相手の中に入っていくの、な、肘と肘を例えばくっつけちゃうのと切れちゃうの、自然と何にもしなくても切れちゃうの。でも相手の外に行こうとすると切れないの、逃げても逃げて、ほら引っ張り込まれちゃうんだよ、やられちゃうんだよ。だからやられる前に切ると切れるの、こうやってくっつくの相手とくっつくの、こうやってそうすると切れるのそれ原理だからね。そういうことも学びの一つで、切りたいのはやばいわ、で切れたら切れって、こう刺しに来たらこう持たれた、で切れた、切った、そしたら今度隙間、今はこっち入ったんだけど、今度こっち入ったの、この後ろ、そうするとこういう形になったよね。でこの足を転換して下がってくると、こういう形になってくる、何にもしなくてもこうやって刺しに行った、ここで向こう向いた、転換と同じでこう切って、で自分がここね、ここにこうやって落としてくるの、いや行くよ、こうやってやって、でここに落とすの、ここにパニャッと落とすところが積み落とし、それで上がってきたところを合わせてこういう出てるだけ。これを無理やり相手のキッてピッて切って、無理やりここに落としてきてもダメじゃなくて、自然と彼がやるように、彼が主導してるっていうのかな、自分がフォローしてる感じ、そしてこう来てね、そしたら合わせた、そしてで彼が勝手にやってるって、そういうふうにやってほしいのね、できる限りよ。で最初は大変、最初はこれ難しい技だから、こうやってやって、でこうやって転換して、こうやってやるんだよね、そしたら切るんだよね、で自分のとこ落とすんだよねって、こうやって落としてきた、そして上がってきたんだよねって、そういうふうにやってほしいよ。でその時に姿勢の大事さとか、そういうの分かるから、傾いてたらうまくいかないの、だからまっすぐ、いつも相手フォローしてる、で自由、そういうの学びだからね、やってる相手、いろんな相手書いてやってると、そういうの気がつくっていうかな、あ姿勢の大事さとかは、だから何でもできるような姿勢にしとくとか、自分のことをね、何でも、傾いてるとそれに言ってるから傾いてんだから、だからあの自由になってるのね、自由ってことは姿勢がまっすぐってことだから。じゃあ少しあの入身投げを使ってちょっとやりましょう。あのね、みんな結構後ろでやってんだけどね、後ろこうやって来るじゃんで、ここまで来たらもう十分じゃないの、不十分なの、これ自分の場所に落としてこなきゃいけないんだから、自分はなるべくね、彼待ってくれてる、まあ、こういう形になってるよね、そしたら自分はなるべく、まあ、最初はここにいたので、彼のこう通り越して反対に行きたいの、これじゃ後ろなの、後ろ、彼の後ろ、
もう一歩ついてこっちまで来てりゃ楽だよ。ほら自分が移動するのと一緒だから、 こっちから向こうへ行きたいんだよ。でも彼がいるからこっちからこうに入ったんだけど、最終的にはここまで来たいの。ここまで、後ろまで。それで下に落としたの、こうに。ほら、そこを考えてほしいのよ。でじゃないとこうやっててこれ落とすのになっちゃう。これすごいなって落ちないんだよ。ここねじれてんだから、ほらほらほら、こういうふうにね。そういう話だから、後ろ使って、後ろ入り身ってのはいるからしょうがないから回っただけだから、後ろからね。そういう話だからね。じゃあもう少し、もう少し。今2つ、2つだかな、あのこうね、外側、何しろ外側でこう入ってきて、こう入ってきて自分のいたところ、自分のいたところに落としたのね。こうこう落として、そして入り身投げでしょ。ところが2つあるの、2つ。これこうガチガ、これ止めてこっちこうにね、こうこう止められちゃった、こう来た。そして何かやるの、こっち変わったらこう投げ、投げて、これ一番簡単ね。だからこれこいいよ、こう来てこの歯を使うのやめて、こっち、そしてこっち、どうぞあちらって言ってもいい。で歯なくても同じ、同じなんだけど、こう見せといて、こっちね、こっち、こっち、これこうやって見せといて、持ち替えて向こうでもいい。何しろ自分がいなくなって内側に入るので、嫌なのはこの手、この足なのね。そうだから、これだけ考えて、ここは持つ以外ないの、引っ張り込む以外ないの。引っ張り込んで、さあ引っ張り込んだらやられちゃうんだけど、引っ張り込まれないで見せて、ほら、その時にこう入れ替わってるのね。そういう風にやって、で外側と内側とあるから、内側も大事だから、内側も少しやりましょう。じゃあ内側ちょっとやってみましょう。今のやつね転換やったじゃないですか。転換こういうの、転換これね、これの逆だから、こう向こう、あちらどうぞ、今度はこっちあちらへどうぞ。同じなんだよね、気持ちは同じなの。外側に出たから、自分が邪魔してここもね、彼はここ取りに来たの、外側に出て転換したので、どうぞって、そういう感じ。今度は内側に入ったの、内側に入って、この手やなの、この手足だから、来ないでね言ってからやったの、向こうへ、向こうからこっち、外と内側の違いだけなの。この手ないと来ちゃうかもしれないね。線で取れれば彼は取りに来て、ここの手フォーカスしてるからね、こっちの手忘れてっから、こうやって取れるかもしれないの、あの当たらないで。でも遅くなったら来ちゃうんだよね、こうやってこうやって蹴りとかだから、来た遅くなっても平気なように、こうほら、そうすると来ないんだよね。わかる、あの来ない、これ以上来ないでねって言ってるだけ。この手、この内側に入った手、外側と内側だからね、そういう話で、内側の稽古、これこればっかりでしょうがない。で内側入った時にこうやるの、そうするとここ隙間見えてこう入ってくるの、そうすると一挙なんの。あの内側いいよ、外側でもこうやってやれば一挙になるの、こうやってやれば一挙になるの。でも内側だったからこう入ってんだよね、それでこれを下に入れたの、来たの、そしてここに入ってたの、そしたら一挙になっちゃう、一挙の形ね、一挙の形。難しいんだけど、要は手をこうにボッケン振るのと同じ、こうやって向こうは、こうやってあちらどうぞ、それでこうに来て、正面ボッケンね、これ当たらないの前提ね、で来ないでね言って、向こう、まあいいや、こっちから来てあちらへどうぞやったよね、あちら、そしたらこのこういうふうに振りかぶるの、でも来ちゃ嫌だからこう持ってんの、まあやったんだけどね、まあいいや、そしてこう来てこういうふうに、
そしたらここ隙間見えた。そしたらこの中に入っていくの。そうするとこう崩れちゃった。そして自分がこう入れてるじゃん。そうすると一挙になっちゃった。ちょっと難しいんだけどね。こういうふうに来て、こう来たの。そしたらこの手をこう持ってきたの。で、相手の中に入っちゃった。で、こう。で、こう。わかる?内側からこう。向こうどうぞ。そしたら額。この中。そしてこう。で、座る。で、一挙ね。じゃあ一挙の形でちょっと難しいけどやってみよう。はい、どうぞ。今はこういうのやったんですよね。あちらへどうぞって言ってからこの手を持ってきたの。こうやってあちらへどうぞでやらなくてもいいの。こうやってやってこうやって内側入りながら自分が近づいてきてここに落としてくる。こう落としてくる。それでもいいので、それは今はやったのは、せっかくこっち側にな、転換と同じでこっち側にも入れるんだよって、そういうふうにやったのね、向こうはね。だからこういうふうに持ってきたの。ここ見えたかの方が。そして向こうに押すんじゃなくて下に押してんの。落としてんの。こういうふうに下にね、下に向こうも下なんだけど、向こうだと足で逃げられちゃうから、こうやってやって、こう向こう押してこうあっちを落としたとするじゃない。そしたら彼足自由だから、彼も自由なの。だから全然関係ねえんだよ。こうやって追っかけていかなくちゃいけないんだよ。でも真下に、こっから真下に、自分が真下に落としちゃったの。真下、そうするとこの足つけないからこう来ちゃってるから、ほら逃げられないの。そう、真下なのね。いろいろ話前後しちゃうけどさ、そういう話だからね。なんだっけ、あ、そうか。で、まあ、だからその一挙でもいろいろな形があるの。こういう形でもこうやってして、ここに落としていいよ、それもね。で、それから足使って、あちらへどうぞ一回やってから、あちらへどうぞやってから、それから額、それからここ、こういうふうに入ってくる。それでもいい。どうでもいいことなんだけど、まあ一挙の形っていうのはそういう形だから。で、足とかね、手とか自由で、まあ内側入ってきたらこう入ってくれば、こうね、内側に向こうをやってんだけど、ここ隙間見えたの。ここで手が来るよ。ここで入ったら手が来るの、足が来るのね、足が。でもこの手がずーっと出てれば出ようがないの、彼ね。出ようがないの。だから内側入るの稽古ね、やりましょう。こうやって内側入るの、向こう内側入るの。内側入りながら、ちょっと邪魔だな。内側入りながらこっち入るの、こっち。そうするとこうなって、こうね。向こうへどうぞ、はい。そしたら内側入るの、内側こういうふうに。いいよ。次行こう。あとは内側、こっから入っていったらやられちゃうの。だから必ずこっちからね、こっちからこうに入る。で、彼が腰回して、こうやって腰回してくんの、嫌だから。で、ボカってくんの。でもその前に入っちゃってんだから、ほら、だからやられないの、やられないようにね。腰の前でやったらやられちゃう、ここでやったらやられちゃう。だからこっちから入る、こっちから。そういう話ね。ちょっと打ち替えていろいろ試してみて、こっちボン、あ、ごめん、こうやってきて、この手出して、こうでもいい。打ち替えて、ちょっと打ち替えてやってみよう。じゃあ、っていうのはね、こっちこうやってやって、ここに隙間がこう見えたからこういうふうに来たんだけど、これ難しいから、この手があるからね、難しいじゃない。だからこの手嫌だよっていう感じで、こっち側に入んの、こっち側に、向こうへどうぞ。そしたら、彼おへそ向こう行ってるよね。で、こう入ってくると、入れるから。内側じゃなくて外側。彼の外側、こっち。
そして手ある、こういうふうに持ってくる。この手が嫌なの、この手、この手、この手嫌だけど、これを腰を回してグッとくる。そうね、来る前に自分はこっち弾む。そういうふうにやってほしいのね。そうすると転換の形でできるから、こう転換の形、外側、さっきは内側、こういう内側、内側でこっち入ったの。今度は外側、こっからへそにまとめてくる。そうするとほら、墨落としの位置ね、この手来ない、腰、これ緩めてグッとくる。そうそう、来るんだけど、来る前に回っちゃったの、こういう、そういう話ね。じゃあ転換、あの転換の形でもうやってください。どうぞ。あの自由、自由っていうふうに言ったんだけどね、自由なのね。あのだから、あの不自由にしてるのは自分だから、不自由にしてる、姿勢が悪くなっちゃってるのは自分なのね。だから自由、だから自分なんだから、自分がこういうふうに、あの姿勢はいつもいいの、姿勢は何でもできるの、足使うとか、あのそういうふうにやりたいのね。だからそのためには姿勢が大事、姿勢が悪いとそれしかない、できないからっていう話なのね。でもそれは呼ばれちゃうから、姿勢悪いと。だから姿勢すごく大事なんだよね。じゃあ今度外回転、内側から入って下落としてくれば、こういう形、外回転になる。それから今内回転ね、内回転でこういうふうに入ってきたんだけど、外回転も同じ、こう来てこう来れば外回転で、これだと3挙だよね。3挙このまま投げてもいいんだけど、これ 手をこうやってやってくれば3挙、3挙の形ね、こう3挙の形だよね、3挙の形。ほでこう来てこっち入ってくれば1挙の形、こう1挙の形ね。それから足をこっちついてくれば表からも入れるよ。そういう話、足つかないと一挙、自分がこっち来ちゃってだからさ、足つかないとこれ表に入れないの、後ろしかできないので、こうなっちゃってるんだから、表でやりたかったら一旦ついで、でこっちからこう入ってくる。そうすると表になるのね。で今度外回転やってみようかね。外回転の時は三挙系と一挙系があるので、一挙系はこっちが頭、三挙系は頭こっちで、要はこっち、こう来てこっち、肘のこっち側に頭があれば一挙系、肘のこっち側に頭があれば、あ、肘のこっち側ね、こっち側、こっち、要は頭側にあれば三挙系、こういう三挙系ね。それでこう持ち替えて、でこうね、こういう出来上がって痛くするって。じゃあ三挙系と外回転、形でいろいろ学びがあるんだけど、要はこういう自由に動くってことと、まあ内側と外側があるわけ、外側と内側ね、内側、そして自由に動く、足自由。それでこうやってきて、戻ってきたのを利用してこう投げるとかさ、入ってきたらそのままこういうふうに入ってきて、こういうふうに自由、足自由、その学びだから、足自由にして姿勢が曲がっちゃったらどうしようもないので、相手こういうとこ行っちゃったら曲がっちゃうの。だから気にしないで、こうほらこういうとこ持たれちゃってんだけど、ここ行っちゃったらやられちゃうの。だからここに行かないで、こう全体見てんので、足嫌なんだよね、この足で、くそ、蹴ってくるとか、手嫌なんだよね。そういうことに気づくって、周りの状況、相手と自分との状況に気づいて、近くもらって何かやるって、そういう話だからね。あのそういう学びだから、あの技をうまくやるのがだんだん慣れてくれば、こう傾いてとか、あのそういうことが少なくなってくるわけで、まっすぐでほら全然まっすぐなんだよね。まっすぐで自由に何でもできるっていう状況にしときたいわけ。それで稽古があるわけで、そういうことが分かってないと、あのなんていうのかな、そういう技にこだわっちゃって、技の格好はいいけどってなっちゃうんだからね。あのならないようにね、した方がいい。で全部同じだから、技は全部同じ。
要は自由で、要は自分を守りつつ相手の攻撃の力を利用してなんかやってる。全然自分は全然自由で、足も自由で、足も自由だからこう自由にできるって、そういう話ね。そういうことだから、自由を求めてるってことね。そのために技があるってことね。じゃあ少し自由にやろうかあでね、こういう正面打ちとかこう持つとか、正面打ちだとか、あと後ろ取りね、後ろ取りとかね、いろんな形があるでしょ。でそれで一つ一つ稽古すると、一つのことじゃなくていろいろ応用効くから、あのまあ後ろ取りやりましょうか。いやね、もう後ろこうね、持ってくの、この後ろ取ってくんの、彼はその役目で、その時にこう傾いちゃったりしない、自分がまっすぐ、そして抜けて自由になるって、自由になる、自由に、自分が自由になることね、目的ね。で後ろ、彼はこうやって持って不自由にしたいの、僕のことああっ、これやられちゃうんだよね、これまあほっとけばやられちゃうの。でもちょっと待ってでやられる前にほら、そうすると自由なのね、自由なの、ほら、そういうふうにやって、自由の追求だからね。少し後ろ通りで、じゃあ楽しんでやってください。いろいろどうぞやってください。